落ち出駅とは、愛媛県上受け郡ぐ熊高原町や内川854番地にある熊高原町 A バスのバス停留所。国鉄バスの自動車駅として開設され、かつては松山高知急行線の本線と八カ線との乗り換え駅として機能していた。ただし、駅の設備としては、駅舎のみで、折り返しなどは近くの道路を使用して対処していた。夜間停泊のバスがあった。 駅舎1階は、事務室と、待合室とトイレ、駅舎2階は、休憩室や早朝、深夜業務の乗務員が使用する部屋があった。落ち出とは、愛媛県上受けなぐ高原町の地名で、土佐と伊予との中間点にあたる地点でもある。落ちないでに通じることから、バスの切符が受験のお守りとされる。近くには、合格、大勢といったバス停もあり、かつて、国鉄バス時代には、 落ちてから合格一気の切符が発売されたこともあった。2002年の路線短縮以降、松山高知急行線の終点となり、佐川方面への黒岩観光や、熊高原町 A バスの乗り換え拠点として、機能することになった。駅業務は行われておらず、1階の事務室も待合室に改装されている。2017年現在、駅舎1階は、待合室とトイレがある。 駅舎2階は、早朝、深夜業務の乗務員が使用する部屋がある。2017年3月31日の運行を、もって JR 四国バスとしての営業を終了。翌4月1日より、熊高原町 A バス、熊内出線で代替。また、同時に、黒岩観光の乗り入れが休止となり、町 A バス、岩川線と二淀川町町民バス、森井もの線を、 朝日バス停で乗り継いで代替する方式に変わった。愛媛県内には、東温市の国道11号上にも、おちでというバス停があり、伊予鉄バス、瀬戸内運輸の JR 松山駅新浜駅間の特急バスなどが停車するが、この項目のバス停とは全く別の場所である。AB 町 A バス、熊おで線が、平成十九年四月一日より運行します。 二淀川町民バス時刻予定表平成29年6月1日、改正、運輸省国時代118号、官報1949年3月29日、広報やあなだに、平成14年7月号、ありがとうございます。